こんにちは、こんにちは。マシマ、です。今回は最新の AMD Ryzen APU、Ryzen 7-7840HS を搭載した超小型パソコン、B-Link GTR7-7840HS をご紹介していきたいと思います。今回はメーカーさんより製品を試供いただきレビューしていきます。最新の Ryzen、全4アーキテクチャを採用した、8コア16スレッドのモバイル版ハイスペック CPU を搭載。CPU に内蔵されている GPU、Radeon 780M、も大きく進化。最新の Radeon GPU と同じ RDNA 3コアを採用し、明らかに実力が向上。それでいてサイズはお弁当箱程度。そんな最新 Ryzen APU を搭載したミニパソコンですが、実際の性能や使用感はどうなのか見ていきたいと思います。小型ハイスペック PC、B-Link GTR7 をレビューするよ。それではまず、開封しながら、製品の概要、スペックをご紹介いたします。主なスペックはこんな感じ。メーカー、ブランドは B-Link。モデル名は GTR7 となります。CPU、APU は AMD の Ryzen 7-7840HS。8コア16スレッドで、最大 5.1GHz の高速な CPU となります。メモリは DDR5 の 5600MHz。16GB 2枚で 32GB となります。かなり大容量ですね。GPU は CPU に内蔵の Radeon 780M です。後ほど性能をチェックしますが、内蔵グラフィックとは思えない、もはやエントリークラスのグラボがいらないくらい高性能です。ストレージは PCIe 4.0 対応の M.2 SSD、1TB となります。OS は Windows 11 Pro です。接続端子は、HDMI、DP、映像出力可能な USB4 が2つ。最大4画面に対応。その他 USB やオーディオジャック等の端子も複数搭載しています。通信については、有線は 2.5GB LAN を2ポート、ワイヤレスは Wi-Fi 6、Bluetooth に対応しています。拡張として、内部に M.2 スロットが1つあります。それから本体のサイズは、雑に実測したところ、横幅約 168mm、奥行き 120mm、厚み 50.5mm でした。そして体積を計算すると、約1リットルでした。その他の特徴としては、指紋認証に対応していたり、冷却にはヒートパイプの代わりにベーパーチャンバーを採用しているなどがあります。それから価格についてですが、以上の構成で、公式価格789ドルとなります。動画編集時においては、基本公式で購入することになるのですが、一応今後は日本の Amazon でも取り扱う予定とのことでした。これは勝手な価格予想ですけれど、国内 Amazon では、発売直後、クーポンがある時に10万円を切るくらいの価格帯じゃないのかなと予想します。と、以上がスペックと価格についてでした。CPU はモバイル版最上位クラス。メモリ 32GB にストレージ 1TB。体積1リットル。と、そんな製品になっています。内容物を見ていくよ。開封が完了したので、中身をじっくり確認していきます。まずは内容物についてです。内容物は、PC 本体、AC アダプター、HDMI ケーブル、ベサマウント取り付け金具、簡易説明書。以上です。HDMI ケーブルが長いのと短いので2本入っているのですが、HDMI は1ポートしかないのですよね。なので、できれば HDMI は1本で、代わりに DP ケーブルを付属した方が良いでしょう。本体をチェックするよ。それでは、PC 本体をじっくり見ながら装備の確認を行っていきます。で、その前に第一印象についてですが、これ、密度感がすごいです。ほぼすべてアルミの金属筐体なので、質感も悪くないし、重量もあるので、上質な印象を受けました。それでは各部装備を見ていきます。まずは前面。前面左から、電源ボタン、CMOS クリアボタン、USB 3.2 Gen 2 Type A と Type C ポート、オーディオジャックがあります。右側面です。こちらには通気口があります。なお、このパンチングメッシュはおそらくアルミ製です。左側面も同様です。背面です。背面左から、USB 2.0 が2ポート、USB 3.2 Gen 2 が2ポート、USB 4ポート、HDMI、DP、2.5GB LAN が2ポート、2つ目の USB 4ポートがあって、オーディオジャックがあります。あとは大きな排気ポートがあります。
ちなみにこの USB4 ポートは機械的には電源入力に対応しているのですが、現在の BIOS では非対応とのことです。今後、100W の PD 充電器にて動作するように更新される予定らしいですが、まあ、今のところはできないということになります。前面です。大きな吸気用のメッシュがあります。なお、このパンチングメッシュはアルミと思われる金属製です。メッシュではないところはプラスチック製。この PC の外装でアルミじゃないのはこの部分のみとなります。それから、この黒いのは電源ボタンを兼ねた指紋センサーとなっています。生体認証に使用できます。底面です。底面は両端に大きめのゴム足がありまして、蓋を開ける時のつまみや、ベサマウント金具を取り付けるネジ穴があります。それから、少し特徴的ですが、AC アダプターを接続する DC コネクターがこちらにあります。磁力でパチッと接続できるようになっています。はい。各部紹介は以上です。続いて素材感、質感をご紹介します。まず、先ほどから少しお話ししていますが、こちら、基本的にアルミ合金でできています。表面はアルマイト加工で色付けされており、このダークグリーン以外にも、エルメス風のオレンジ色があるなど、外装にはこだわりを感じます。個人的には、Mac Mini のような、もっとシンプルな方が好みですが、まあ、重厚感のある筐体は良いと思いました。ミニ PC って、軽いプラスチック筐体の製品が多いのですが、小さい割に重たいアルミフレームというのはやっぱり良いですね。まあ、その分価格が高くなってしまうのかもしれませんがね。しつこいですが、やはりこの密度感が良いですね。カッチカチです。とまあ、以上、各部紹介と質感についてでした。使ってみるよ。もろもろの紹介が終わったので、ここからは実際に使用しての性能や使用感について見ていきたいと思います。セットアップしていきましょう。準備が完了したので起動させてみます。なお、電源ボタンは2つあるのですが、とりあえず指紋センサーの方を押してみますか。ポチッとな。ファンが回転して電源ランプが点灯。画面来ました。画面に従ってセットアップをしていきたいと思います。セットアップ完了。これでパソコンとして使えるようになりました。じゃあ、あれ、見ていきますか。あれというのはそう。タスクマネージャーですね。よしよし。CPU、AMD Ryzen 7、7840HS、8コア16スレッド。圧巻です。GPU は CPU に内蔵、Radeon 780M ですね。ちなみに、後ほど軽く分解しますが、メモリや SSD は、いずれもマイクロン、クルーシャル製でした。次に、CPU-Z を見てみます。CPU の情報です。マザーボードの情報です。使用されているメモリの情報です。続いて GPU-Z です。一応最新版を使用していますが、情報が歯抜けになっています。個人的には、ここにはない情報ですが、この Radeon 780M は、AMD の最新 GPU シリーズと同じ RDNA3 アーキテクチャを採用していて、CPU 内蔵 GPU であっても変わらず最新の機能を使用できます。ゲーム性能においては、リアルタイムレイトレーシングコアが第2世代になり大きく進化したというのがあるのですが、それもすごいですが、個人的には AV1 のハードウェアエンコードに対応、というのがポイント高いです。ライバルのインテルの内蔵 GPU もまだサポートしていない機能なので、AMD、やるじゃないか。ということで、実用性は人によりますが、配信者や動画編集、エンコード職人など、目的によっては助かる機能なのではないでしょうか。性能を確認するよ。次に、性能を見ていきます。まずはシネベンチ R15 を実行してみます。結果までスキップします。結果です。スコアは CPU マルチが2280で、CPU シングルは287でした。GPU のオープン GL は 198fps でした。GPU が 200fps 近いのはかなり優秀です。また、CPU のシングルは200超えですごいというのがこれまででしたが、それを上回り300に近いのもすごいですね。CPU クロックが最大 5.1GHz というのが結果として現れたのかもしれませんね。続いてシネベンチ R23 です。結果は CPU マルチが 15,749 で、CPU シングルは1787でした。かなり良いスコアです。
ライバルであるインテルの比較的新しい CPU、Core i9-12900H と比較するとこんな感じ。コア数やスレッド数では負けていますが、コアクロックが高速なので、実行性能では優位となっていました。なお、ベンチマークテストにおける CPU の最高温度は約81度でした。ちなみに室温は約29度でしたので、涼しければもう少しスコアが出るかもしれません。次にゲーム性能を見ていきたいと思います。まずは FF14 ベンチマークです。設定はフル HD 最高品質です。これがなんとも結構動くんですよね。フレームレート的には、GTX1650 にやや及ばなくも近くて、内蔵 GPU なのにディスクリート GPU に迫る映像を出しています。結果は、スコア5411でとても快適、とのことでした。CPU 内蔵グラフィックスでとても快適、は初めて見ました。FF15 ベンチマークです。設定は FF14 同様のフル HD 最高設定となる高品質です。フレームレートは30に届いていません。スコア2845で、評価やや重い、とのことでした。設定を最低の軽量品質にすると、50fps 程度出るようになり、スコア5009で、評価やや快適、となりました。FF15 のような重たいゲームでも、設定を下げればフル HD で楽しめることがわかりました。続いてサイバーパンク2077です。言わずと知れた激重タイトルで、これが遊べれば全部遊べるくらいです。とりあえず、設定はプリセット、レイトレーシング定です。これはプリセット項にレイトレーシングの一部を追加したような設定です。低いとありますが、実質的には通常のウルトラ設定より高画質かつ負荷は大きくなります。それでフレームレートですが、ギリギリ遊べるくらい、25〜30fps 程度で推移していました。リアルタイムレートレーシングにより水面等の反射が美しいです。フレームレートが物足りないですが、かなり画質の優れた状態でも割と動いていることに驚きました。と言っても、AI アップスケーリングの FSR が効いている状態での話ですがね。設定をプリセット定に変更します。そうするとフレームレートが50以上出るようになり、かなり快適にプレイできるようになりました。ということで、設定次第では、重量級タイトルもいけちゃうかもしれないといった印象でした。騒音を確認するよ。騒音、主にファンの雑音についてご紹介します。まずはアイドリング時の騒音です。ノート PC のようなファンの回転音がします。この状態では音はほとんど聞こえないか、聞こえても全く気にならないレベルです。ゲームをしている時の騒音です。ファンの音が大きくなり、あと、コイル鳴きのようなチリチリ音が少しだけしました。高負荷なゲームをしていても、多少処理をしている最中の静かめなノート PC 程度の音量でした。圧倒的な静音というほどでもないですが、静かと言っても良いかと思います。中身を見ていくよ。もろもろ、製品としての紹介は終えたと思うので、分解して中がどうなっているのか確認したいと思います。分解はまず底面のカバーを外すところから行います。四隅のプラスネジを外します。分解とは関係ないですが、じっくり見ても綺麗に作られていて満足感がありますね。開封。ふむふむ。蓋を開けるとまず小さなファンとヒートシンクなどが出てきました。表の CPU ファンだけでなく、ケースファンのごとく底面にもファンがついていて驚きました。なお、このファンは発熱のある SSD と DDR5 のメモリを冷やすためについているものと思われます。灰色のパネルはエアフローを意識してのものだと思います。このパネルは3本のネジで止まっているのでこれらを外していきます。DC ジャックとファンへのケーブルがありますが、両方または片方を外します。メモリや SSD、空きスロットなどが確認できました。とりあえず使用されているパーツを見ていきますか。メモリです。クルーシャルの 16GB が2枚装着されていました。SSD です。
クルーシャル P3 プラスが使用されていました。動画の尺的にここから先の分解は省略いたします。ミニファン付きで面白い内部でした。使っての感想です。最後に、使用して感じた良かった点、いまいちな点をご紹介します。まあ、いろいろご紹介していく中でお話ししているので、ほとんど被る話題なのですがね。じゃあ、まずは良かった点からです。良かった点1。筐体の作りが良いことです。鉄のフレームとプラのケースで構成されているものが多い中で、これはほとんどアルミでできています。一部にプラスチック素材が使用されているので完璧ではないのですが、満足感がある重厚な作りが気に入りました。良かった点に、工夫されて面白い構造です。内部のミニファンやマグネット式の DC コネクターなど、必須かどうかは置いておいて、満足感があるのですよね。正直、同じパーツの製品なら性能もほとんど同じなのですから、値段で選ぶことが多いかもしれませんが、こうやって工夫されていると選ぶ理由にもなるかもしれません。まあ、部品が多くなる分故障する可能性が上がるかもしれませんがね。他にも、高性能であるなど良い点はありますが省略しまして、いまいちな点をお話ししていきます。いまいちな点1。今のところ PD 給電できないことです。機械的には対応しているらしく、今後のソフトウェア更新にて対応予定とのことですが、正直その保証はないですし、今のところ非対応なのは事実です。使えるようになると良いなと思います。いまいちな点に、AC アダプターが特殊な点です。先ほど、マグネット式でいい感じみたいなことを言いましたけれど、一方で珍しいがゆえに替えが効かないのですよね。AC アダプターのみ故障したり、コイル泣きがひどいなど、アダプターだけ交換したい場合は、汎用品なら自分で交換もできるでしょう。しかしこの特殊なものである場合、メーカーに送ってもらう必要があるかもしれません。まあ、電圧などは一般的なので、もしもの際もケーブルを切断してつなぎ替えるなどで自力で解決する方法もあると思いますが、いずれも、この PC が PD 給電に対応すれば解決するので、早いところ対応の更新を配信してほしいところですね。と、いまいちな点はそのくらいでしょうか。日本の Amazon での販売価格にもよりますが、アルミ筐体のミニ PC が欲しい場合は選択肢になる製品だと思いました。まとめです。いかがでしたでしょうか。今回は D-Link の小型高性能 PC、GTR7 をレビューしました。体積1リットルで重さ1キロ。アルミ筐体で高性能 APU を搭載。メモリやストレージも多めに搭載していて、高性能系のミニパソコンの中でも、スペックをてんこ盛りにしている、そんな PC でした。とまあ、こんな感じで動画はおしまい。よろしければぜひ、チャンネル登録、評価をお願いします。それでは、最後までのご視聴、ありがとうございました。